はい、お疲れ様です。6月8日の日原子ガイド終了しました。まあ6月、まあ2週、まあ8日ですけど2週目になるのかな、まああのね、土日、まあ土曜日ということで、まあ多分今シーズンで一番日原子混んでたんじゃないかなと思いますね。うん、まあね、南の各所から、島周りから、北の方やら、まあ割と広く見てって、まあね、ざっくり見た感じ、多分湖で250って、下手したら300艇くらい浮いてたんじゃないかなって感覚でしたね。うん。僕がね、湖の真ん中ら辺やってる時とか、ね、月島小高森のフラットエリアだけで、40艇くらい、あの、20艇、20艇の40艇くらい浮いてたり、でね、もちろん高圧部位の北のバンドなんか、まあ今は高圧部位なくなっちゃったからホテル裏って言った方がいいかもしれないけど、まあなんかね、まあ一時期本当に30艇弱くらい浮いてたりとかしててね、まあ本当に日原子大混雑だったなっていう感じですね。はい。まあそんな感じなので、まあいつものごとく、ボートがいない、まあ他の人とのバッティングがない場所だったり、水深だったりを、まあ基本的にはやってった感じですね。はい。で、まあ、もう本当に、まあ、ボトムの深いところから、虫から、何から、いろいろやってって感じですね。はい。まあ、でも今日に関してはね、やっぱりまあ、ボトム多かったので、まあ、虫に咲く時間も少なかったですね。うん。まあ、虫はね、カゲロウ寄りのものとか、セミ寄りのものとか、いろいろ投げたんですけど、まあ、一番の今日の釣果のメインだったのは、芋。芋、うん、まあ、同じボトムでもね、なんかネコリングでね、なんていうかな、へこへこずっと動かしてるよりは、ボトム普通にね、ノーアクションでただただ這わせることの方がよく食ったことが、まあ僕の船では多かったので、まあ芋ですね。で、まあただしね、水深はね、やっぱりまあ、なるべくその産卵絡まないというかね、ストックのオス絡まない魚を釣りたいので、まあ、シャローフラットとかも全然やんないで、まあ、地形変化、まあね、アフターの通り道になるようなところにあるウィードとか、まあ、あとは、まあ、メスのアフター、もしくは半プリですよね。うん、まあ、いつものごとくって感じで、まあ、そういう魚が釣れる沖の方の地形変化っていうところを、まあ、まあ、引っかかりが多いところは芋やって、そうでもないところはキャロやって、で、場合によって、この、まあ、5グラムかな、5グラムのフットボールかな、うん、ね、5グラムフットボールちょろちょろプリのうちから投げてますけど、まあプリ半プリの魚にすごい反応がいいような感じはしますよね。うん、まあまあ、もともとね、ね、春ね、ジグヘッド有名ですけどね、ジグヘッドのミドストだけじゃなくて、まあみんながボトストって言ってるね、ボトムシェイクしたり、もしくはボトムを、ね、ちょっとつんのめりさせながらボトムを這わしていきたいっていう、そういうのが春もともと釣れるんで、まあやっぱりね、こういう軽めの 5g のジグヘッダー、フットボールっていうのを、まあアクション的にはやっぱりハプリ、半プリの魚が好むっていう部分はあるのかなとは思いますね。はい。で、まああとはそうだな、まあバンクの魚がね、なんか何日か前にね、本当にすごいなんかいきなりメスのプリ、半プリとアフターがすごい群れでね、入ってきて、本当にワンスポットからセミにわらわらっていうか、もう次々ですよね、次々浮いてきてバイトするっていうこともあったんですけど、まあ、そこから若干またバンクの魚がなんか抜けてるタイミングもあったり、でも今日はまあちょろっとはいたり、でちょろっといるやつがまあ虫で食わせられたり、あとエンペラー食ってくるやつもいましたね。まあちょっとかけられなかったんですけど、まあ、そういうやつもいたりって感じで、まあね、釣りの釣果のメインはまあ、芋で、まああとはまあちょろちょろと、フットボールとキャロと虫って感じだったんですけど、まあ投げるものは割といろいろ投げて楽しかったなっていう感じでした。はい、そんな感じの、6月8日の日原子ガイドでした。